平成の頃の美穂子です。今日はチャイナストリートにあるヤクントーストに、カヤトーストの朝ごはんを食べに来ました。今ね、ずっと日本からお友達のあられちゃんが来ているので、今日はチャイナタウン観光に行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあカヤトースト食べてみたいと思います。バターさんであるんですよね。いただきます。おいしい。おやつに食べたい感じかもしれません。で、卵ついてるの知らなかったんですよね。いただいてみたいと思います。なんかお醤油みたいなのをかけて食べる半熟卵みたいな感じです。そのまま、半熟卵でした。じゃあこれカヤトーストディップしてつけて食べるという話なのでつけてみます。卵も乗せてね。うわ、乗らないです。うん、美味しい。どっちがいい？一緒に食べると別の方がいい。別の方が、うん、私は別がいい。ではヤクントーストでの朝ごはん終わったので、今からアモイストリートに行ってみたいと思います。レッツゴー。ヤクントーストはね、チャイナストリートになるんですけど、ここからもう歩いてすぐのところにね、アモイストリートがあるのでね、歩いて移動します。ショップハウスが立ち並ぶダイニングエリア、クラブストリート、そしてアモイストリート、そしてテロックアイアと、平行に3本の道が連なっています。 MRT ダウンタウンラインテロックアイア駅を出たらすぐある、テロックアイアストリートから行ってみたいと思います。ショップハウスがご覧のように並んでいます。トラックアイアストリートにはですね、このような、パゴダみたいなことね、こうお寺みたいなものもあるんですけど、ちょっとした公園になってます。ミュージアムカフェが開いているということですね。メニューはこんな感じ。そこですね、ミュージアムカフェは。ここがミュージアムカフェということです。テロックアイアストリートで大人気のカフェ、マイオーサムカフェです。テロックアイアストリートからアモイストリートの方にやってきたんですけれども、このアンシアンヒルパークを通って、後でクラブストリートの方に抜けてみたいと思います。とりあえずこちらのアモイストリートの方をご覧ください。では今からババア2人でアンシアンヒル登ってみたいと思います。レッツゴー。では年寄りには難所の階段行きます。そんなにね、大変な階段じゃないんですけどね、私は老体に鞭打ってね歩いてます。ではですね、マックスフェルフードセンターでチキンライスを食べてみたいと思います。ということでマックスフェルフードセンターにやってきました。ものすごい行列です。限定にも負けずと劣らず、人気店のようですけど、このアータイハイナニーズチキンライス、
で食べてみたいと思います。向こうにある有名なね、あのチキンライス店チェーン店の、もともと働いていた従業員がですね、結構長いこと働いちゃってる感じですね。20年ぐらい働いてたみたいな感じなんですけど、その方がこうチェーン店の隣の隣に、隣の隣の隣かなに、オープンしたチキンライス店、アータイハイナリーズチキンライスです。こちらがアータイハイナリーズチキンライスの4ドルのセットです。旅行者の私ですが、前回食べた、テンテンと今日の食べ比べてみたいと思います。いただきます。好みとしてはこちらかもしれません。ではちょっとチリ、ジンジャーダークサイソース混ぜて、ちょっと私はねなんかこう混ぜ混ぜして食べるのが好きなので、ちょっとこれでこんなソース混ぜたらもう元の味わからんみたいなダークソースソースご飯確かに濃いすぎ。ソースをかけすぎてですね、あの元の味わからんやろって話になったので、では元の味をじゃあ食べてみたいと思います。うん、しっとりしっかり系だね。油感はブントンキーより少ない、ウィーナムキーに近い感じ。確かにチェンチェンに近いかもしれないね。ここのチキンライスのね、ライスはね結構この塩味が薄めっていう感じかな。ではチリソースの味をトライしてみます。チリソース味濃いめ、結構辛いね。うん、美味しい。こちらのブッダトゥースレリックテンプルはですね、3階にミュージアム、そして4階にですねブッダの歯が飾ってあるのでね、ぜひ行ってみてください。こちらはね、あの肩を出していたりですね、足を出しているとダメなので、エレベーターの横のところでね布を貸してくれますので、肩をねこういう風な状態に出している人は、布をかぶせて、足はなんかこうサロンみたいに巻いて、行ってみてください。コロナ以来ですね、観光客が入ってこなくなったのでね、ここの道はね結構お店が閉まってるところが多いですね。これね、あのバッグは売ってますね。ポークジャーキーですね。コンプレックスの前では、おじさんたちがチャイニーズの、ね、ゲームを、楽しんでいます。ドリアンも売ってます。今ね結構ちょうどシーズンっていう感じですね。この辺もですね結構観光客でね賑わってたんですけど、今はまだそこまでね、あの人が戻ってきてないっていう感じですかね。あちらにね、有名なイップさんの壁画も見えます。うまくね、家の窓をね利用した壁画になっています。窓の上からお茶を垂らしている感じですね。下はコーヒーショップの一部みたいな感じでね、昔のシンガポールの風景をこう描いている。カラエスに座ってる風で写真を撮る。めちゃめちゃ暑いのでこちらでですね、台湾風のかき氷を食べてみたいと思います。じゃあ来ました。
わふわ、おいしい。甘み抑えめでそんなにすごい甘くなくてね、とにかく身が細かくてすごいね、ふわふわです。とろける口の中で。ということで、チャイナタウンでちょっとあの暑くて力尽きてしまったので、最後はレベル33に来てあられちゃんと一緒に飲んでます。ではまた次のビデオでお会いしましょう。 See you!